ボルテゾミブ、ボルテゾミブ、知見コード PS-341 は分子標的治療薬の一つ。商品名はベルケイドで武田薬品工業の子会社である米国のミレニアム製薬社が開発した。プロテアソーム阻害薬で多発性骨髄症及び、マントル細胞リンパ種に対しても、ボルテゾミブは1995年に初めて合成された。 多発性骨髄種に対して、小規模な大愛愛臨床試験が実施された後、1999年10月に、次の段階の知見が開始された。2003年、サミット大、2愛臨床試験の結果に基づき、米国で多発性骨髄種の承認を取得した。日本では、上記の結果を受けて大愛、2愛臨床試験が実施され、2006年10月に、再発、または、 難治性の多発性骨髄種について承認された後、未治療の多発性骨髄種に対して適応拡大され、さらに静脈注射に加えて、皮下注射での承認を取得した。マントル細胞リンパ種については、国際共同第3小試験の結果に基づき2014年10月に承認申請され、2015年6月に承認された。N 末端を保護されたジペプチドであり、ピラジン酸。 フェニルアラニン、カルボン酸をウ酸に置換したロイシンの順で結合している。酵母プロテアソームに結合したボルテゾミブがタンパク質に囲まれている様子。活性中心であるトレオニン酸基がボルテゾミブでブロックされている。ボルテゾミブの酵素原子が 26S プロテアソームに更新は性活特異的に結合する。通常、この酵素は 指気沈化されたタンパク質を分解することで各種タンパク質の機能発現を制御し同時に異常な配列なタンパク質や立体構造が変則なタンパク質を排除している。全臨床並びに臨床試験の結果プロテアソームは骨髄種細胞の不死化に関与しており固形がんの培養細胞及び脂肪片変での実験結果も同様であった。 様々な要素が関与していると思われるが、プロテアソームを阻害することで、アポトーシス促進性因子の分解を阻止し、主要性細胞のプログラム子を誘導していると思われる。近年、ボルテゾミブはプロテアソームにより産生される細胞内ペプチドの量を急速活劇的に変化させることが明らかとなった。細胞内ペプチドの一部は生物学的活性を持つため、 ボルテゾミブによるペプチド量の変化が主作用及びまたは副作用に関わっている可能性がある。ボルテゾミブは常駐後速やかに血中から消失する。1時間後には血中から検出されない。PD 実験によって骨髄腫細胞系とマントル細胞系において末梢血中の単核細胞と比較してプロテアソーム素外活性が著しく更新している。 ことが明らかとなった。他の眼臭での感受性は明らかとなっていない。全治療のある再発、または難治性の多発性骨髄腫患者に対して、非毛検の2つの第2愛臨床試験を再、またさらに、高容量で刻めたゾンへの優位性を示すため、第3愛臨床試験が実施された。APEX 試験の結果、 無造惑生存期間は6.2ヶ月対3.5ヶ月1年生存率は80%対66%であった。日本における大愛2愛臨床試験の結果は、再発または難治性の多発性骨髄種については、総効率30.3%未治療の多発性骨髄種については、総効率72.4%であった。 マントル細胞リンパ種に対する第 3i 臨床試験の結果は、標準療法である RCHOP 療法と VCRCAP 療法の無造悪生存期間中央値は、それぞれ14.4ヶ月 VS24.7 ヶ月で優位差がついた。この試験の全生存期間中央値は56.3ヶ月 VS 推定不能であった。 副作用は多発性骨髄腫の知見で100%、マントル細胞ンパッシュの知見で94.6%と、ほぼ必発である。重大な副作用として、添付文書に記載されているものは、である。このうち、肺障害については、適正使用ガイドでも繰り返し注意喚起されている。ありがとうございます。